こんだけね、バトルしてるとね、同じパーティーでもどういう方か全く覚えてないんだよ。さあ、考えましょう。そうっすね。まあ、1体決まりました。1体決まったんすけど、初手何か来るかな。初手が悩ましいっすね。これでいきましょう。さあ、ガモス。ガモス。ガモスがいる、ガモス。ガモスがいるから、これガモス。あんた、超前じゃないの？超前？超前でいてくれ。テラバはやめてくれ。テラバはやめるんだ。あなたは超前しとけばいいんだ。そう、蝶のように舞うんだ。テラバ売ってる。マジか、偉すぎんだろ。偉すぎんだろ、おい。偉いなぁ。偉い。ちゃんと打ってる。あー、俺この人に勝てねえ。ワイ勝てん。まあ逆にビビアンの起点にできる。うまいなぁ。今のうまいなぁ。普通ね、結構あそこね、舐めて超前してくるんだけどね。サーフ号はこれでまひります。うまいよね。サーフ号これでまひんのが偉い。5つ目なんだ。まあまあまあ。これでサーフ号は落ちるはず。え、耐えるんか。振ってるね。これだったら後続に負荷かかるオーバードライブとか。うん、そうか。まあ H 振ってるね。間違いなく H 振ってるね。サーフ号やれたんでかいけどね。ガモスはスカーフだからテラバ打ってない。まあ、多分炎の舞ぐらい。多分炎舞なんだよな。多分炎舞なんだよ。で、まあ、もちろん素早さ抜かれてるんだけど。何が正解だろう。耐えないよな。あー、上がっていく。まずいね。まずい。ここでテラバ、ここでふん。ビルド積んでもいいか。この前だったらね、ビルドはありかもしれん。このためにテラスを切らなかったんすよね、ストリンダー。オッケー。偉い。マジで偉い。今のところ、そんなミスはしてない。
ここでフンドだ。殴るしかない。ここでフンド、速攻上がっていく。やべえ、これ苦しい苦しい苦しいです、苦しいです。耐えたけど急所か、ここで急所はきつい、ここで急所はきついな。まあラスト一匹次第だな。素早さ抜けてたらまああるね、抜いてたらあるけど、下山か。これはこれはですね、まあ不意打ち打ってきる、来るよね。これはポケモンではなくなりました。さあ皆さん、ここからカイジのいいカードゲームが始まりました。さあ読み合いが始まった。不意打ちの PP がどこまである。くそくそくそ、まずい。ただワンチャンこれビルドで、いやでもな、うわー難しすぎる、むずいぞ。ざわ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 ついてるね。うわーくそくそ、王通された、王が通された、マジか、王が通されてしまった。もう耐えた、まだ耐えた耐えた耐えた、まだまだまだある、まさかのまさかの第二ラン、うわドレパンが打ちたい、ドレパンが打ちたいです。よしよしよし、面白くなってきたじゃないか。さあ今でもね、まだ2回しか、2回なんだよな。ただただよ、ここで、いやまだね、これまだよしよしよしよそして気づいたらこのビルドも防御が上がってるんで、ワンチャンもう一回耐えるっていうね。そう、この卓を通し続けたことによってビルドが5段階も積まれた。これはでかい、これは殴ろう。読み合いは終わりだ。これが魂のビルドアップだ。これが黙々とトレーニングを怠らなかったこの夜猿、いや元いモハメド・アリの力ですね。耐えろ、耐えた、ギリギリすぎる。これちょっと待って、これは歴史的なバトルじゃないか。よっしゃめちゃくちゃ嬉しい。これ対戦ありがとうございました。これはすごい戦いだったんじゃないか、みんな。